おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、今月になって夜勤の人が増えました。今月夜勤が4回ぐらいになりました。いやー、月に10回だった時もあったよ。今4回だから半分以下ですね。はい、まあ、その分日勤とかはまあ増えてるわけですけど、まあ、心理的負担は少ないよねっていう話ですよね。はい、まあ、これを吉と見るか凶と見るか、まあ、僕は吉と見ております。はい、ただ僕は思うのはですね、時々思うんですよ、このまま介護続けるのかな。今回はですね、ビッグアイスモールグールイエティ、なんかめっちゃ昔になんかこんなの見たことあるでしょういよいよ私が動画に使う日がやってまいりましたさあ、このチミ猛烈としたパーティーなんですけど、まあこいつらの共通点はもう賢くなら分かったと思うんですけど、まあ、全員反撃技持ちなんですよ。このパーティーモンスターマスターでしか取れないこのパーティーなんですけど、全員がこの様子を見る、挑発挑発と、こちら全員ね、まず先制攻撃で相手の様子を伺うというね行動になるんですけど、これが全部カウンター技なんだ。スペシャルカードを使うな、お前は。瞑想か。あれ、瞑想どういう扱いだ。特技、あれ、特技ってどういう扱いだこれよくわかんないですけど、まあ行ってみよう。まずはスモールグル、相手を挑発してます。さあ、相手を挑発してるぞ。さあ、攻撃を受けると、こちらね、あの1回の行動につき1回攻撃を受けたらカウンターするっていうやつですね。さあ、こちらも挑発します。さあ、相手を挑発しているぞ。相手を挑発しています。イエティとスモールグルはまあ同じなんですよね、シモアは。こちら、様子を見ます。見てます。こちらもあの攻撃すると反撃します。はい、なんでこれで全員がカウンター体制っていう状態ですね。あ、こいつバカですよ、こいつバカですよこちら3人に攻撃が来ました。こちら3人に攻撃を受けました。つまりここからどうなるか、3体一斉攻撃が始まるんですね。行くぜ。ほい、行くぞ、分裂。はい、せーの。はい。はい、オッケー。打撃が、打撃扱った。ほい。334。まずはね、まずダメージを取りました。そしてね、ビッグアイも動きます。はい、抜き出します。いけーなんだ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 これは。うわおさらにスモーク、いけ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、3人いってるぞ。3人いってるぞ、おい。単体攻撃の場合はもちろん1回しか反撃できないんですけど、もちろんその使用上。あの、例えば、ズシオーマーとか祈祷師、全体攻撃しかない連中に対しては、かなり効果的面なんですよ。ズシオーマーはそこそこね、やっぱ強かったからね。はい、さあ、分裂を打っていく。おっと、ここで避けられる。チンジ発生まあ、チンジって、プテラノンは 12% ぐらいあったか、回避率。まあ、しゃあないね。まあ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 、ママがママが。フルブレイク。はい、ここで食らっていく。ドン、さあ、ここでね、あの、反撃ができます。もちろん反撃一体攻撃なんでね。はい、分裂、せーの。はい、オッケー。おーし。で、モンスターモンスターの症状、こいつらのカウンターの火力を上げたり、耐久力を上げて、カウンターの回数を増やす。カウンターすることに勇気がもちろん溜まるんで、あえて耐久にめっちゃガンブリして、この3体を。勇気を貯める戦法も取れます。はい。スペシャルカードを受けたりするしたターンは全体攻撃が出る可能性もあるからね。さあ、もうひたすらカウンター。この相手はね、ボタンが反応しないんで、仮に向こうがホイミとかを打った場合、そう、向こうがなんか補助呪文、貯めるとかホイミの場合は、一回無駄になるからね。だから、そのあたりがメタになってくるのかな。さあ。さあ、ミニゴさん、こいつはバカですよこのゴーストバカですよ終わったか、あ、終わったか、このゴーストのせいでね、あの、向こうのゴーストのせいでね、勝負が試合に、試合の勝負がもう終わるんじゃないですか。はい、分裂、おっと、ここで避けられる。チンジ発生。 8% のくせに避けやがってよ。さあ、まあ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 、まだまだいるぜ、まだいるぜみんな言っとるわー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 、あ、もうさらに、さらにここで、さらにさらに分裂、さらに分裂、せーの、はい、どうも勝負あり、ひって、さて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 、もう一回このね、パーティーの強さを見せるとかやってきましたが、ちょっと難しい話があって、
このお化けキャンドルとか単体攻撃しか持ってないやつっていうのはコブパーティーにとって天敵なんですよ。あとまあね、言っちゃうとまあこれはいいか、まあ一応短所、共通の短所があったりするんだけどこのパーティー、まあそれは後でいいかな。うん、さあまた再びちょっと様子見を見ますかね。うん、様子見を。さてと、さてと、超発か。うん、カモカモ、おいおいおい、おい、来いよ、来いよ、おい、来いよ、来いよ。さあ、相手を超発しているぞ。さらにここで、相手を超発しているぞ。コミカルだぞ、こいつら。こいつらめっちゃコミカルじゃねえか。さあ、全員攻撃の受けとカウンターの構え取りました。しかし、残念ながら、向こう、これ、単体攻撃しかない、老人形を、ああ、さあカウンター行きましょう。まあまあまあこれでね、トントン当てて、トントン当てればトントン、はい、オッケー、イエーイ、オッケー、いいよ。もちろん分裂とかにもねカウンター判定ありません。あ、こいつはバカですよ。この主人公はバカですよ。全体攻撃をしましたね。はい、ぶち出します。3人一斉に怒り出します。行くぞみんな。行くぞみんな。おお、分裂、おお、行くぞ、はい、行くぜ、おお。マジかおめえら、おい、イエーイ。配信出せばもう400、500いくからね。おい、行くぞ、ほら。ほら、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 ほい、ほい。行ったのに最大9回行動可能ですよ。だから、行ったのに最大9回行動。あ、行くぞ、ブレス、行くぞ、せーの、はい、せーの、はい、ドン。もう向こう瀕死じゃねえか、行ったんだよ。ぶった切り、まあまあ、しゃあないね。ぶった切りになっちゃうのは仕方ない。まあまあまあ。まあまあが、まあまあが。大丈夫、大丈夫、大丈夫。さあ泣き出すぞ、行くぜ。おー、行くぜ。おお。プチ。ちょっと嘘でしょ。2ターンキルした。嘘でしょ、2ターンキルしちゃったじゃん。え、強いなこいつら。無駄なんだよ、終わってんだよ。こいつは使えってさ言ってくれんでさ、これがね、この2体がね、スピードでいかない、うちのね、この火炎寺もメラゾもこの賢さ200から離れてるわね。切るじゃん、これ結構効くんじゃないか。うわうわうわ。さて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 、僕は思ったんですよ。確かにみんなで激闘で武道はめちゃくちゃ強いんですよ。でも武道って両方全体攻撃じゃないですか。なんだったらお供の切り裂きミロだって鮮やか元気は全体攻撃じゃないですか。つまりは、このカウンターパーティー、めちゃくちゃ刺さるんじゃないかと思います。いや、よく友人たちが武道を使うじゃないですか。もしかしたらが、このめっちゃカウンターできるパーティーだったら勝てるんじゃねえか説。いや、無理だな。HP の差がすごいな。2000ぐらい差開いてますけど、HP の。一旦目は全部 A でしようかな、こっちは。じゃあ。ボンボンボンだね。で、武道がどっちも全体攻撃なんかあるんで、もしかしたら本当にあるんじゃないか、これもしかしてな。さあ、まずは相手を挑発しますよ、カモン。おいおい、武道、なんだそのメタボリックな体は。嘘だろ。さあ、挑発。おいおいおい、お前の上司なんか目立たねえな。ドリアムに蹴飛ばされたんだっけ、お前の上司な。ひたすら挑発打ってきますよ。そしてビッグアイは様子を見ます。さあ3人カウンター体制です。で、向こうはね、切り裂きピエロが鮮やかな剣技は全体攻撃かつ、武道はどっちでも全体攻撃なんで、つまりこのターン9回攻撃が可能です。なんと食らいます。ここ勝っちゃうのしょうがない。さてと、おうおう、挑発に乗ってきやがって、単純な奴らだぜ。行くぜ、背景の分裂ホイ。嫌な予感しかしない。行くぜ。おい、9回攻撃可能だよ、このターンにな。9回攻撃してやるよ。さあ、泣き出すの行く。おら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 、ほい。でも、1回の攻撃当たるダメージは300だから、1回の攻撃で900与えてるんだよね。結構出んな、お前ら。お前ら強いんじゃないか、もしかして本当に。え、武道に対するメタとなりうるか。あ、しかし、ここでね、状態異常はその悪夢が飛んでくるで、ね。つまり状態異常を食らったらもうカウンターの意味がなくなります。さあどうだ、あ
まあ、こうなるとね、もうややこしいことになって、イエティにやったら避けてるんで、避けるとね、カウンター配置がね、出ないんで、つまりこのターン攻撃は1回に、なんでこんな返しんでんのイエティは攻撃しません。避けてたんでね。はい。さあ、今度はスモールグルーを避けております。救済行動実現しませんでした。9回行動実現、5回行動になりましたね。はい。さあ、分裂をイエティが打ちます。スモールグルーなんと避けました。さあ、分裂を打っていく。はい。はい、OK。でも、待って、一旦で2000削ってんの、お前たち。寝てるんだ。まだ寝てんの、ビッグアイ。まだ寝てんの、お前。いや、きつくないそれ。まだ寝てんのはきつくないですか。キリサキピエロやばいよ。てか、キリサキピエロよく考えたら、これじゃあさ、ビッグアイに全員打たない。さあ、2体がカウンターカメラを取るのはいいんですけど、これもしかしたらキリサキピエロは、1体攻撃でビッグアイを狙う可能性が高いわ。まあ理由はまあ、もし本当に当たったらってことにしますけど、さあ眠っているので、このターンビッグアイはカウンターカメラ取れません。さあ、キリサキピエロ全員を誰に打つ。スモールグールが弱点を取れるけど、どうだっけ、スモールが弱点じゃなかったっけ。どうだね、ビッグアイだ。ああ、ビッグアイだ、こりゃ。ビッグアイがね、カウンターの構えを取ってないんで、それを、キリサキピエロが自分で判断して、全員打っちゃうんだ。賢いな、お前、やっぱり。で、全体攻撃メルゾーマ、これ3体ともメルゾーマ痛いですよ、これ。イエティとビッグアイが寒冷地出身のモンスターなんで、ほら、こんなことになってます。そうなっちゃうか。2回攻撃はできるけどもだですよ。2回攻撃できるけど、このターンは終わっちゃうかな。さあ、カウンターをしても、もう、この後時すでに遅い。お前な、めっちゃ返しですね、お前。勝負は最後までわからない。どうするどうするんだ。続きはウェブかいや、もう挑発、カウンターしたら死ぬからって言うよ。俺公式で言ってたじゃん。カウンターしたら死ぬからって。いや、カウンターしたら死ぬんだって。カウンターしたら死ぬんだけど。もうここまで追い詰められたらもうこのパーティー何もできないですよ。1ターン目あんなにかっこよかったのに。やっぱ悪夢強いんだな。そうだよな。状態上に多いもんな。ものすごい弱点取られた感じ。ものすごいなんか弱点を見せつけられた感じです。ああ、もうダメだ。デインが来る。勝ち筋はデインを避けるとかいうね、よくわからないことになりますから。さよなら、ビッグアイ。ビッグアイもうダメだお前もう。お前もダメだよ、もう。お前はダメだ、ビッグアイ。あ、ダメだ、もうダメだ。終わったか？終わった。さよなら。賢いから狙われるぞ、デインで。スモールグール最後狙われてる。最後の最後に、なんで俺なんだよ。はい、というわけで今日はカウンターパーティーを使ってみました。いや、初見殺しにはなるんですけど、すごい初見殺しな感じがあるんですけど、相手を選ぶのと一回種が分かっちゃうともうダメだよみたいなことになるんで、でそんなになんか他の技が強い技じゃないしな、お互いみんな。なのであくまで初見殺しにお使いください。はい、というわけで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。